今日のお店は京都烏丸の焼肉屋一徹グラーツェさんです。ワインと焼肉がいただけるお店ですが、今日はランチメニューの紹介です。お昼限定の肉寿司ランチは、うどんとサラダに肉寿司が11貫というボリューム、寿司はくにゅっとした食感の新鮮な和牛赤身寿司が3貫、ぎゅっと肉の旨味が詰まったローストビーフ寿司が4貫、そして低温調理でレモンとさっぱりといただける牛タン寿司が4貫になります。1貫のご飯の量は少なめなのでパクッと食べれちゃいます。最後は出汁の効いたうどんで締めることができて、ちょっぴり豪華なランチを楽しめます。お昼のメニューは他にも豊富なのでぜひどうぞ。エビでした。